吉田さん、こういうふうに手を合わせる、誰でもできることですよね。でも、これでもやらない人がいるんですよ。それは、前回の動画でも、前々回の動画でも、吉田さんの経験からでも、本当に明らかですよね。例えば、動画の中で本を紹介します。むちゃくちゃいい本ですよっていうふうに紹介するんですよ。でも、その本を、買う、買わないや、ともかく、検索してみる。あ、こんな本あるんだっていうふうに気持ちが変わる人とね、実際に検索して行動する人と、もっと言ったら実際に本を取り寄せてね、買って読んでみる人、ね、全員じゃないですよね。でも素直に、あ、そういう本があるんだ、ちょっと読んでみようかな、ね、数百円から1000円か2000円ぐらいですよね。そういう小さな行動ができない人に一体何ができるんだろうなっていうことなんですよね。前回私が手を合わせる合わせないっていう動画を撮りましたよね。確かにそうだっていうふうにメールが来ました。今まで自分は確かにできることなのにやらなかった、全てはそこなんだなと。ずっと久保さんの動画を見て速稼塾を意識していたけども、速稼塾の参加概要の取り寄せ、誰でもできるのに私はしなかった。その上で本当かな本当かなと思ってたけども、とりあえず参加概要を取り寄せることぐらいはしようかと思って今回メールしました、というふうなね、メッセージをいただきまして、速稼塾の参加概要を送らせてもらいました。だからね、気づく人ってやっぱいるんですよ。あ、そうだなと思ってね。別に速稼塾の問い合わせをしろということではありません。でも何かのアクション、例えば自分の今困ってる状況を相談することぐらいできますよね。それを周りの人にするのか、お父さんお母さんにするのか、ネットで出会った人にするのか、それは自由ですだと思いますけども、少なくとも自分の持っている問題を解決してくれそうな人に相談をするという選択を取ってるはずなんですよ。借金を抱えちゃった、ちょっと親父に借金の肩代わりお願いしようかみたいな風に頼む人もいるかもしれませんし、自力で稼ぐために稼ぐ塾のノウハウを持っている人とか、借金から復活した人にちょっととりあえず話聞いてもらおうかなっていうふうに進むのもありかもしれません。ね、できることをまずやらない人に、できないことへの挑戦権は出てこないと思うんですよね。できることもやらずに、できないことにうつを抜かすのは、これを、まあ妄想とかね、たわごとっていうわけですよ。できることをしっかりやって、その上で、できないことへ手を伸ばそうとするのを挑戦というんですよね。この違いが、おそらく違いをもたらしてるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。いってらっしゃい。